サンクレア池下池下駅は愛知県名古屋市畜作角王山通り7丁目にある名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は H14。当駅は東山線運転区が管理している。東山線運転上の主要な駅に数えられ、乗務員の交代が当駅で行われるほか、早朝にはこの駅を始発とする列車も1本、設定されている。 相対式2面2線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。なお高畑よりには旧池下車庫への引っ込み線を利用した留置線がある。当駅付近では東山線は比較的浅いところを通っているため一番出入口に直結する改札口が地上にある。この改札口はバスターミナルの中にあるためバスとの連絡も容易。 ただしエレベーターは、こちらの改札口にはなく、改札内のエレベーターは東改札口へのみ、つながっている。2017年7月18日より、西改札外に、ローソン名古屋地下鉄池下駅店が設置されている。この店舗は、中日ドラゴンズの選手やドアラのデザインがなされている、特別店舗であり、ドラゴンズのオフィシャルグッズが販売されている。 2019年度の乗車人員は502万6823人、同年度の1日平均乗車人員は1万3734人で、ある。近年の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。駅下駅一番出口内に、商業施設、地下新池下があり、一部店舗でマナコが使える。駅周辺は、サンクレア池下を中心に、商業地区として、 サイドの発展を目指している。名古屋セントラルガーデン、古川美術館などの最寄り駅である。畜作役所、畜作警察署などが最寄りにある。周辺の一角には、中高層の店舗兼共同住宅を中心とした住宅地区もある。グランドメゾン池下ザタワー、名古屋市営バス、池下バス停池下バスターミナル一番出入り口隣接のバスターミナルと、 広小自動リ沿いの停留所が存在する。ターミナル内の乗り場は4カ所。池下車庫は愛知県名古屋市畜作池下町にあった名古屋市営地下鉄の地上にあった車庫であった。跡地は社会保険庁に売却され、愛知厚生年金会館となった後、民間企業に売却された。昭和35年6月の地下鉄東山線。 堺町池下間の延伸開業と同時に池下車庫として開設された。土地は路面電車の池下車庫用地に加え、隣接した宿徳高校の用地を買収し、総面積24,472平方メートルの用地に収容能力77両の名古屋の地下鉄発の本格的な車庫を設けた。その後、昭和44年4月に開設された、 富士ヶ丘工場に役割を譲り、廃止された。毎日の点検から全般検査に至るまで、東山線の車両保守を行っていた。事務所棟、教習所、おさむ車工場、検車工場、整備工場、変電所、留置線が存在していた。地下の本線と地上車ことの連絡は、池下駅の西約170メートルの位置にある両渡り線より分岐し、 45%パーミルの急勾配の引き上線で繋がっていた。現在も地下の留置線部分は残っており、夜間に車両が留置されている。地上へ繋がる線路は途中で分断されており、保守基地となっている。ありがとうございます。